こういう感じね。今日親猫寄ってこないな、近くにいるんだけど、近くにいるんだけど警戒して寄ってこない。多分人慣れしてないんだよね、あいつら。あいつら人慣れしてないからね、遠くから結構ね見てる。でこいつはね結構小さいからね、こう人慣れしてて、でここ気持ちいいからね描いてほしいんだよね、こことかね。ここ描いてほしいの？ここね。ここね、こういう感じでね。ここ描いてほしいんだよ。こういう感じね。描くのやめたら、こっち振り向いてね。描いてくれって仕草するんだよ、こういう感じで。ここね、気持ちいいから描いてほしいんだよね。小さいなぁ、子猫だよ子猫。ほら手の方がでかいからね、僕の手の方がでかい子猫だね。この頭の大きさが小さいもん。この前より毛並みが綺麗になってるから、もしかしたら家の人が洗ってくれたんだよね、この前までちょっと汚かったからね、ザラザラしてたし、この毛並みがやっぱりねザラザラしてて、なんだろう、こう飲みじゃないけどなんかみたいなの、こう固まってるみたいな感じになっちゃうとね、結構ねこの前まで汚かったんだけどね。人がいっぱい通る、人がいっぱい通るから気になるんだよね、ここね。ここ描いたらこうやってね気持ちよさそうにする。めっちゃ親猫が見てる、めっちゃ親猫に睨まれてるんだけど、多分親猫だと思う。睨まれちゃってる。左にいるんだけどね。おお、どうしたどうした、驚いた。人がいっぱいいるからね。こうやって野生の猫触るときはね、結構敏感にならないと、結構ね野生の猫だったら噛んじゃったりするからね。敏感にっていうのはこうなんか猫可愛いなと思って触るんじゃなくて、噛まれてたりしないようにこうね、なんだろう、避けるっていう、うまく撫でないといけない。猫をうまく撫でないといけない。まあ牛とか馬みたいな感じ、馬とかもお尻からとか頭から触ったらね、怒るでしょ。だからこう慣れさせないといけないんだよね。めっちゃ気持ちよさそうにしてる。あとそのこの猫はどういう猫かとかね、あの触った感じとかね、あと人間に慣れてる度とかね、そういう見ながらやらないと、人間に慣れてない猫とかにね触っちゃうと噛まれるんでね。お、人めっちゃ通ってるから気になるんだよね、気になるんで。ここ描いてほしいからね、こうやってね、ここ描いてほしいからこうやるんだよ。